はい、こんにちは、麻生金池田です。今日はイヴァンブームであります鬼についてお話をさせていただきます。はい、はい、では質問です。日本人にとって鬼ってどういう存在ですか？怖いイメージもありますが、中には泣いた赤鬼のように人間と仲良くなる鬼もいます。ただ最近は鬼滅の刃ブームもあって、やっぱり悪いものなのでしょうか？節分に近いところで教えていただけると幸いです。はい、その鬼ってどういう存在ですかってすごいなんかね難しい質問なんですけどこれね、一言で言うとね、人間の断ち切れない欲望を象徴化した、ね、シンボルだと思いますよ。例えば、まあ、鬼ってどんな浮かぶかやったらね、村人からね食べ物とか財宝取り上げてね、自分はもう宝まみれの中でね毎日酒飲んで食べたいのいっぱい食べてるってイメージがあるでしょね。これってね絶対みんな持ってる欲望やと思いませんね。もう贅沢三昧したいし、もうチャラチャラギャラ、もうジャラジャラにしたいし、いっぱい食べたいし、しかもそれね他人の不幸を願ってるとこあるでしょ。して人から取り上げたいですね、自分の方が自分が上になりたいから、人が不幸になって自分が取り上げて豊かになりたいという気持ちってみんな持ってると思うんですよ。そういう気持ちを形にしたのが鬼やと思うし、そういう風になったらあかんっていうので怖い存在であり強い存在にしてるんやと思うんですね。でそもそも鬼ってどこから来たかって言ったら、まあまあ大体もう日本って昔中国から影響を受けてるんで、これも中国から来てまして、中国で死人の魂、目に見えない不気味なものを鬼って呼んだそうなんですね。で日本では隠れる鬼、はい、って隠れるって鬼って書きますやん、はい、あれが黙って鬼になったということですね。はい、でそれがこう形、要は絵になったのは仏教の中で、絵として出てきたって言われてますね。例えばガキって何となく書かれたことがありますね、はい、怖いね、それこそ地獄で欲望の塊の生き物ですけども、はい、ガキなんか鬼ですし、それと分かりやすいのが節分ですね。節分ってね5匹の鬼が出てくるんですよ。実は5色の鬼がいまして、まさに5色の鬼っていうのが欲望を表してるんですね。それこそ大晦日にね108つ鐘つきますやん。あれって108つの煩悩、要は断ち切れない欲望があるって言うんですけど、その中でも特にひどいっていうか重症っていうか一番厄介な5つの欲望を表してるのが節分の5色の鬼なんですね。でね、まず1つ目の赤鬼ですね。赤鬼は何を表してるかって言ったら、例えばもう喉が渇いて水が欲しくて欲しくてたまらない執着ですって。執着、貪欲って言うんですけど、それから青鬼っていうのは怒りとか恨みとか憎しみですって。それから黄色鬼はこれは心が落ち着かない様子なんですって。それから緑の鬼っていうのはダラ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 してるね、ダラダラゴロゴロしてる鬼なんですって。要はそう欲望ですよね。それから黒鬼っていうのは疑う心なんです。人を疑ったり、それこそ仏教やったら仏教の教えを疑うっていう心、この5つの心っていうのが特に厄介で、悟りを開く時に一番足を引っ張られるので、この5つの鬼っていうか心に対して豆を投げつけて、それを心の外にするっていう、鬼は外って心の外に追いやるっていう意味なんですね。でなんで豆を使うかって言ったら、豆って魔を滅するっていう、魔って悪魔ね、悪魔を滅する滅ぼすっていうので豆っていうんですよ。だから豆を投げつけるんです。これがまあ日本でだいたいもともと追なって言って、飛鳥時代から鬼を貴族がこう槍を持って矢を持ってそれこそ追っかけるという儀式があったんですけど、それが平安時代になって豆をまくように鬼洗いになって、これがまあ江戸時代に一般に広まっていったという話ですね。それからなんで節分にするかって言ったら、節分って実は季節の変わり目に4つあったんですね。だから立春、立夏、立秋、立冬って、要は春、夏、秋、冬って季節って4つ変わりますやん。でそれの季節の変わる前の日を全部節分って言って、実は4つあったんですけども、特に立春ですよね。節分って今残ってるのは立春の節分だけなんですけども、ここっていうのがやっぱり一番大事なんでね。昔やったら旧暦やったら2月に年も変わりますやん、はい、それとまあ冬っていうので季節の変わり目、特に災いというか病気とかが起こりやすいっていうので、今節分イコールこの2月の立春だけを指して4つの中の1つだけに残って、しかもこの時豆まきするっていうのはやっぱりその辺が災いが本当に起こりやすいからだと思いますっていう話ですね。あとはなんでしましまのパンツ履いてることなんですか
これちゃんと意味あるんですよ、あのね、鬼の来る方向って鬼門って言うでしょ、はい、ね、鬼の来る方向って鬼門なんですけど、それはね北東なんですって、はい、北東ってね十二支の干支で表すとね、はい、牛と虎の間なんです。あ、だから牛の角で、はいはい、それから虎の島パンツです。そうなんです、ね、うん、ほんであれ、あんな格好してるんですって、うん、でまあまあ戻しますけども、鬼ってどういう存在ですかって言ったらやっぱ怖い存在、それで人間の欲を合わせるんで、例えば本当にあの桃太郎なんかがもう典型で村人のね財宝を取って食べ物を取って贅沢三昧してる、だからそれを乗り越えた時に幸せが来るって話だし、あるいは小太りじいさんなんていうのは、一人目のいいおじいさんっていうのは子分に執着してなかった、だから鬼から、ね、鬼は大切なものと勘違いして取ってくれた、逆に2人目 の、 あの悪いおじいさんというのは執着、もうそれこそ欲望の塊だったでしょ、そしたら逆にあのいいおじさんがここまでつけられたという話に全部例え話になっているのは、やっぱ欲望に取られてるか取られてないかという例え話だと思うんですね。そういうのがずっとあると思うんですね。それからあのいい鬼がいるんですかという話なんですけど、実際いろんな話の中でいい鬼も出てきますよね。この方が書いてあのいらっしゃった、泣いた赤鬼なんていうのもいい鬼なんですね。これは鬼がいじめられてるのをあの村のおじいさんを助けたら、知らん間に毎年こう田植えでしたっけしてくれてたっていう話ですよね。でそういう鬼もいまして、やっぱりその時その時の季節とかあの地域とかによって欲望も変わるんで、それによってやっぱいい鬼って出てくることもあると思うんですね。いい鬼が出てくる背景っていうのは、例えばこんなことだと思うんですけど、あの着物の世界で言ったら三十の厄除けにあの鱗柄の襦袢作ってあるじゃないですか、はい、あれと一緒だと思うんですよ。鱗柄の襦袢を作るっていうのは、鱗ってあれ蛇の鱗でしたよ、はい、で蛇って実は良くないんですよね、はい、でもそれを身につけることによってそれ以上悪いやつが寄ってこないっていう意味の魔除けでしょ、うん、だから鬼のいい鬼の話があるっても多分一緒だと思うんですよ私。だからこれ以上悪いもん、鬼ってもう本当に怖いもんなんで、鬼を味方につけるとそれ以上悪いもんが寄ってこないっていうので、いい鬼伝説っていうのもあの各地域に芽生えてるんやと思います。でね、一番やっぱりあの有名なのはナマハゲやと思うんですよ。秋田ナマハゲってあれいいもん で食べちゃうぞって言って家の中入ってくるんですけど、家の中でこう走り回ることによってね、藁が落ちるでしょ、あれがこう鬼を表してるんで悪いもん入ってこないんですよ。そんなんで鬼を味方につけるっていう話もあると思いますね。まあ、ざっとこんなんですけど、ほんでまあ今昨今ブームの鬼滅の刃なんかも結局やっぱ昔話と一緒だと思うんですね。心の中の悪い部分が強くなっちゃうと鬼になるし、最後まで炭治郎もあれ鬼になりかけてましたよね。でも最終的に打ち勝って禰豆子もその鬼の心を排除してめでたしめでたしっていう話ですから、やっぱあれ昔話と王道パターンかなと思いますけどね。あと誰でしたっけ、あのそれこそあの鱗柄善逸さん、そうそう、だから鱗柄着てるのはまさにその鬼に対して自分の前置きやし、ちなみにあの炭治郎の市松文様っていうのはもともとは石畳文様って言って境内に石畳を表してて自分を清めるっていう意味があるんですよね、まあ、そんな柄もまあ入ってまして大部分だったと思いますね。まあこんなとこですね、ざっとね。ぜひ面白いなと思ったら高評価とそれから、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。和装館の創業以来、定期的に和の話と元気になる話をセットにした無料の講演会や、6回で着られる着付け教室、無料の着物お手入れ相談会、さらに毎月着物でのお出かけイベントを開催しています。ご興味のある方は概要欄のリンクからご確認できますので、そちらにもご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。